しょ、ちょっと待って、水飲むコップを。よいしょ、こんばんは。ということで今日は久しぶりにね、自分のポジションだったんですよ。重力シンパシー、ここ最近ずっとミヨンさんのポジションで出てたので久しぶりでした。楽しかった。こんばんは。お見送りの仕方に感動しました。嬉しい、ありがとうございます。ただたださえ楽しんでるだけですお見送りはマジでただたださえが楽しんでるだけ。楽しんでたらあんな感じになる。こんばんは。なんかさ、あんまり生姜を今まで美味しいと思ったことがないんだけど、そんな私でも美味しく食べれるかな。失礼。今日なんかお見送りの声めっちゃ通ったんだよ。ここ最近で一番今日声出てた1メンバーにつき1人当たるサインサリナゾト。すごい、天才ちゃん。ちくわにしそと新生姜を巻く。あ、待って、それは美味しそうだ。陽気ハートのベクトリーで奈々さんとアート作ってるとこニコニコして、なんか今日リハーサルの時に作ってくれたから本番もやりました。あー、眠たい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 。今日マジで朝すごい起きないだったもん。眠すぎて、眠すぎてめっちゃ起きないだった。なんで朝なんだよーと思って。ひらりんさんギフトありがとう。なんか9時に起きよう、9時半か、9時半に起きようと思って9時半にアラームかけたんだけど、眠すぎて10時まで5度寝ぐらいしてた。10時まで5度寝しました。眠かったな。起きて偉い、それな。でも劇場公演やからさ、起きたよ頑張って。あやねちゃんが配信で WBC 見ながらマック食べてる。うわーさ、今日めっちゃマックのさポテト食べたい気分だった。食べたいなーって思ってた。でも我慢したのに。マック食べたい。こんばんは。全然野球見てないや。すごいメイクさんがすごい野球好きな人だったらしくて、野球だって言って終演後楽屋でメイクさんが片付けしながら野球見て、野球流してた携帯で。それ見ながら髪の毛ほどいてもらった。そうそう、アマプラで見てた。ガチ勢だと思って、ちゃんと見てる、えらーと思って。ちょっとスポーツ観戦ほとんどしたことないからさ、そういう文化が ないんですね私。こんばんは。
でも何かに熱中できるっていいよね。めっちゃ良くない？よいしょ。長野の長野、私の周りはなんか巨人が好きな人多かったですけどね、野球だと。あ、雪見大福いいですね。さあ今日帰りにコンビニ寄ったのに牛乳買ってくるの忘れちゃった。今日は行きの時に絶対に買って帰ろうって思ったのに。ピエン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 。こんにちは。なんかめっちゃ首痛い。あいちちちちち。あ、明日朝牛乳買いに行かなきゃ。今日ナナさんがいたからかわかんないけど、チーム4時代の踊り方した気がする。久しぶりに。え、今日おめめなんかいい感じだよね。なんか結構さ、あのテンション上がった。今日メイク上手になったと思って。コインお疲れ様、楽しかった、嬉しい。コミチョウで連番してました。ありがとう、嬉しい。わざわざ私の配信までたどり着いてくれてありがとうございます、感謝。こんばんは。でもなんか確かに鉄なの時毎回首痛いって言ってたなと思って、なんか「ヘイ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 、みんなで目指すんだ」、あのそこのヘイヘイで首絶対痛めてたんですよ私は。それを今思い出した。チーム変わると違う、なんかチームが変わったから変えたっていう認識は全くないんですけど、なんとなくその曲調がさ、4は本当に元気元気みたいな曲がオープニングから多かったので、なんか自然と、まあ、あとナナさんが結構激しく踊るタイプの踊り方だから、なんかそれにすごい感化されて4はすごい元気に元気元気みたいな踊り方してたけど、 A は結構なんか大人な見せ方をする曲が多いから、本当に16新富士公演始まって最初の頃は半年ぐらいはなんか大人っぽい踊り方できるようになりたいなってやってたけど、いや私はやっぱ元気いっぱい踊る方が向いてるってなんか途中で思って、また今すぐ元気です。うん、仲間は今日公演来ました、可愛かったです、ありがとうございます。以上。てかなんか今日のお客さんファンの方お見送りめっちゃ優しかった。なんか全然私推しじゃない人もすごいさやが話しかけて反応してくれたりとか手振ってくれたりして、なんか今日めちゃ暖かかったっすね。あったか公園でした。こんばんは。そ、来週もナナさんと一緒です。よろしくお願いします。頑張りまっちょん。ナナさんが卒業しちゃうまでにいっぱい公園出た、一緒に。ナナさんの初日絶対出たいって思ってたからすごい出れて嬉しかった。前ナナさんに会った時に
さんと公園出るの楽しみなんですよねって言ったら、ななさんが初日やるときは絶対サリー呼ぶって決めてるからって言われて、え、いいんですかって感じでウキウキで今日出ました。ウキウキサイリンでした。完全にウキウキサイリンだった。こんばんは。てかお手上げララバイかっこよすぎてリハも本番も釘付けで見ちゃった。そう、こんにちは。ちょっと今日あまりにも眠すぎるので11時で終わりにします。まずい、これを早く寝なければしんどいぐらい眠い。今日本当に朝絶望した、眠すぎて、あー起きれないと思って、言うて7時間とか寝てるんですよ。7時間寝ててこんな眠いの本当におかしいよね。やっぱ春っておかしいなって本当に思ってる。はーちゃんとの話はマジ最近、1週間前とか1週間以内ですね多分。今月の話だもん。オーラとご飯は済ませてんの？あ、今もってメイクバッチリなのが分かる通り、ご飯はもう劇場で食べてきちゃったんだけど、劇場終わってあの帰りのみんなが帰るタイミングもあったらずっとお弁当食べて完食して帰ってきたんですけど、お風呂はこの後入ります。そう、耳出しは新鮮に見える。あ、でも確かに配信だとね、最近配信の時はあんまりこうセットしてないことが多かったからあれだけど、あのお仕事の時は結構耳出す髪型の方がむしろ多いですね。出してないことがないぐらい常に出してる感じではあります。こんばんは。そう、まあ今日はもうあのポニーテールしてたんですけど、ちょっとポニーテール頭痛すぎて取って帰ってきちゃったんですけどね。この間のお団子可愛かった。あ、ありがとうございます。なんかロングの間に一回おろしとかやりたいんだけど、最近メンバーみんなおろしが多くて被らないようにしなきゃなーってやるとアップになっちゃう。アップアップ。あ、次の公演は来週っすね。うん、いや今日はストレッチして寝よ、体バキバキだということで、ちょっと短かったんですけど15分のテロップが出たので終わりにしたいと思います。すいません、しゃべり遅刻しちゃって完全に勘違いしてました。疲れてる時ってさ、脳みそ多分働いてないんだろうね。マジで何の考えもせず40分くらいに回せて勝手に45分からだと思ってたからね。バグがすごいよさやかちゃんの脳みそ、お疲れだね。あ、やちさん好きギフトありがとうございます。すいません、ちょっと見逃してました、すみません、ありがとうございます。皆さんありがとうございますということでランキング読みます。13位 W 流星さんありがとうございます。12位アンバタさんありがとうございます。11位ともつさんありがとうございます。10位ヤスさんありがとうございます。9位バイクコトーさんありがとうございます。8位ナオトさんありがとうございます。7位マンダリンさんありがとうございます。6位ワサッピさんありがとうございます。5位ケンケンさんありがとうございます。4位ヒラリンさんありがとうございます。3位トメさんありがとうございます。2位ケロンさんありがとうございます。1位はツナちゃんありがとうございます。では皆さんおやすみなさい、バイバーイ。